先ほどの金融資本市場の、えー、ができることに引き続きまして今度は、えー、いわゆるベンチャーキャピタルである我々ができることというセッションで、えー、やっていきたいと思いますが、えー、先ほど私、えー、先ほどのセッションそちらの後ろ側で聞いてたんですが。 まあ日本のベンチャーキャピタルは本当にサイズ感が小さくて機関投資家からするとおなかなかもうカウントをで,すねできないぐらい小さいということをですね言われてズキンと胸が痛んでおったんですがえとそういう中で申しますとあの皆さんご存じのところも大きいかと思うんですが世界というかアメリカのベンチャーキャピタルがちょうど昨年の投資金額規模が8兆円アメリカのエンジェルのサイズ感 当然エンジェルですから正確な統計はないんですが言われているのは2兆円えそしてアメリカの大企業いわゆるコーポレートベンチャーキャピタルですとかダイレクト投資こちらも数兆円の規模が当然ありますからえ総計すると米国はやはり10兆円をもう超えてきているというそんな状況がありますえ日本はえ我々はベンチャーキャピタルとしては大変この実は数年間まあこの4年間で 約ですね4.5倍,倍の実は投資額にはなってるんですがそれでも3000億円弱ですねベンチャーキャピタルが大体その半分ぐらい特に CVC は貢献してますがこの現状を考えると30倍からもしかすると40倍ぐらいの大きな 実は資資金投資料の差になっていますやはりそれを今日のテーマであるところの1兆円ということを考えますですね、まあ、日本におけるベンチャーの投資額がやっぱり3,000億から1兆円になるというのがやはり我々がまずは目指さなきゃいけないことかなと思ってまして今日はそのあたりにです、ね、発展展開するようなお話をしていきたいなと思っておりますというところからですねでまずあの最初にお三方にとはいまずはこの1兆円企業を生み出すと。 具体的に我々ベンチャーキャピタルとしてこう1兆円企業を生み出すっていう手触り感ってどうなんだろうっていうところからですねお話を聞きたいなというふうに思っています今日本でちょっとついさっき調べたんですけど1兆円を超えているベンチャーベンチャー由来の会社7社ありました最大がリクルートそして LINE さんと楽天さんがちょうど1兆円ぐらいそしてあの私やはりこの日本のベンチャーとして参考にできるのかなと思っている M3 さんですとかスタートトゥデイさん こちちらがちょううど兆円をつけているようなそんな状況ではございますそれではまずあの宮田さんからですね、US、それからあの中国再最近ですね、やっぱりこの企業の変化、激しいと思うんですがあの、そして日本を見てらっしゃいまして、この1兆円企業、どういうふうに皆さん、具体的な手触り感とか、こういうのが自分としてイメージあるみたいな、ちょっとあの俯瞰した形で,です、ねはい、お話しいただければと思いますりまありがとうございます。 えっと、そういう意味ではあのアメリカでしか投資をしてなかったんで、まあ、アメリカの話をするとあの今朝来る前にあのアメリカの今未上場で1兆円超えがどのぐらいあるのかなって調べたら今、えっと、7社ですね実はこれあの急激に中国に追いかけられていて、えー、ほぼ同じ数が中国にあるっていう感じです。で、まあ、みんな知ってるウ、えーバー a i b n b でウィーワークボランティアリフトそれとスペース X ピンタレスト。SpaceX Pinterest っていうのが 1> 1兆円超えですね何か共通点ないかなみたいな形で見てみるとあの意外と実はまあ私もともとエンジニアでいわゆるゴリゴリの研究開発型の企業を自分でやっていたので、まあ、いわゆるテクノロジードリブンの会社が非常に好きで投資をしているんですが、まあ、背景としてはアメリカの場合はエグジェットがほぼ M&A なので、えー、そういった会社の方が M&A さらいやすい、まあ、特に今コーポレートがガンガン MA に来ているので、えー、まあ50億100億、まあ、あのビリオンダラ以下の M&A テック系は、まあ、起きやすいので年を、えー、してるって背景があるんですが、まあ、一方でまあ今回のテーマである1兆円っていうスケールを考えた時にウーバーとか Airbnb の,の企業物語って結構有名ですが、まあ、誰も技術に関しては大したもの持ってなくて、えーまあ、結果から見るとやっぱり、まあ、あのものすごく大きな旅行っていうマーケットとか。 あとはタクシーもありますけどもモビリティっていうマーケットとかまあそういう大きなマーケットに果敢にチャレンジしたっていうのがまあ一つ大きなポイントなのかなと思いました。さんの今と観察ですといわゆるデカ公未公開でも1兆円をつけているような企業はあの世界の巨大マーケットにアタックしているような企業群一方で M&A でそれこそユニコーンで M&A が起こっているのは割と技術ドリブンな なところでどん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 大手がこう買収していく、そういう2つの層が多分、もうちょっと細かく分けられるんですけどあの分かりやすいところで言うと、まあ、GitHub がこの間、えー、6000億ぐらいですかね、マイクロソフト買収されましたけど、えー、とああいうのなんかは、まあ、あの個人的には IPO もできる企業だったと思うんですが、まあ、逆に言うとああいうのはまさに今までされやすいタイプの会社かなっいう気はします。ま続きまして堤さん 日本のこの数年来の非常に大きなベンチャーネコシステムの変化 まあ我々 VC 業界もあの資金量でもそしてあの参加してきている VC のタイプも非常に多様化してきていてエコシステムが広がっていると思うんですがそういう中から今応援している企業群が1兆円に行くような姿とか何か、えー、今日いきなり高いお題を与えられてるんですが感じてらっしゃることもちろん気持ちの上で,ですね、みんな1兆円いってほしいんですけれども、まあ、なかなかそんな簡単にはいかないなと、まあ、先ほどのまあ峯岸さんとか仙本さんの話もあったようにです、ね、やっぱり時間かかるんですよね。 ここは結構僕 VC としてのある種の限界を感じるのはファンドライフっていうものがあってこの10年間の中で結果を出していかないとなるといけなきゃいけないわけなんですけどもなかなかその中でこう1兆円というのをそのまま弱で見つけ作り出すというのは相当やっぱハードル高いなとただそこを作るような VC の役割ってことも一つでもあると思うんですけれどもそういった素,素地を作るまあ経営者といったものなそういう組織を整えるためのお手伝いをまあ僕らとしては常にしてるつもりですしまあよくまあ僕があ,あるエグ エグジットした会社の経営者に言われて一番嬉しかったことがですね、まあ、エグジットしたことじゃなくて何でもなかった僕をこう経営者にしてくれたっていうのを 言われたんです、ね、それは僕すごい最高の褒め言葉だなと思ってるんですけどもやっぱりこう一兆円になるための会社に必ずそういう経営者自身の成長ですとかやっぱり組織の作り方っていうのは必ず重要になってくるんですけどもやはりそこら辺をこういかにあの上場するまでのように作ってあげられるかっていう手伝えられるかっていうのがやっぱりすごく重要だなというふうには思ってますね。なるほど今話話があったののはは一一つつそれかからもう一つはあのしいかに 企業家そして経営チームを育てられるかっていう2つの話があったと思うんですが私はあの先ほど日本のベンチャーの企業の資金が3,000億っていう話をしましたけどこちらの3,000億にですね、まあ、大体この5倍ぐらいになったのみならず1件あたりの投資額も非常に大型化してきてきるんですねご存知の通り100億円の投資をできるですねそういうラウンドも組生をされてきているということでこの辺りは今発展途上にあるのかなと。ただ ですね、ただやはり言われるのはユニコーンをデカコーンにしていくつまり1兆円を生み出すためにはユニコーンのタイミングで数百億からもっと投資をしてそれを10倍にするっていうことがあの一つのパスになるんですけどもまだそこのいわゆるグロースキャピタル先ほど千本さんがあのオープニングにおっしゃられたような 数百億か数千億を投資できる未公開の、えー、いわゆる提供できるような力まだ我々はないっていうのが一点で、えー、と US を見るとそういうあのいわゆるインベストメントバンクがねもうその世界に入ってきてますよねヘッジファンドだって入ってきてるそんな部分がまだ日本にはいまだなので後ろ側が上がってないっていうことそれもしかしたら私、えー、マザーズというマーケットはやはりこの数百あの数百億円弱から えとユニコーンになるようなところまでは VC ができる10年間の中でできるところのその次を担ってもらっていたのかなっていう連携は私はあったんじゃないのかなとこれまでも、ね、そういう意味でいうとまさにユニコーンの先そこから一丁になるところをどういうふうに資金面でやるのかなというのが鍵であとその人というか育てるという観点でいうとこれはまだほとんど日本ではあのたく こうなんう明,明示化されてないですよねみんながやっぱり職人的にやってるだけでこの辺りの話はちょっと後ほど詳しく話をですねできればと思います続きまして朝倉さん朝倉さんはもうあの皆さんご存知の通りミクシーの経営者もやられてそしてそもそもがその前はベンチャーの企業から売却へそして今新たなあの付加価値ですよね、あのー、あポスト IPO の,、はい、の1兆円の道を作ろうとされてるわけなんですがそうです、ね、どうでしょう、はいあのまあ、いわゆるるベンチャャーキャピタルをやってる人間では ないんですけれどもあの、まあ、今回 G1 ベンチャーということで、まあ、ベンチャー企業ないし、まあ、スタートアップを扱っているとでそこでまたその1兆円をどうやって超えていくかという、まあ、そういうテーマを話しているわけですけれども、まあ、スタートアップって一体何なんだっていう話ですよね。 でこれものすごく形式的なものの見方をすると、まあ、IP をしているかしていないかあベンチャーキャピタルの投資対象であるかどうかというのが、まあ、分かりやすい弱子定規な解釈だと思います一方でじゃあ上場企業ってスタートアップなのかじゃないのかというとそんなことは決してなくと思ってまして、まあ、スタートアップの本質というのは何かというと、まあ、あのスケールする事業に挑戦し続けて、えー、成長し続ける会社ということだと思っていますそういうことを考えるとですね、あのー、スタートアップというのは何も 上上場か未上場かか未といいう区分でで判断されるものではないで先ほどあの1兆円企業をいくつか狩矢園さんからあ例示していただきましたけどもその中で私が特にあの、まあ、我々にとって参考になるんじゃないかなと思う会社が、えー、M3 と、まあ、スタートトゥデイなんですね。で M3 なんかはあ上場したのが確か2004年なんですね。で上場時の、えーえー、初値があ公,開、えー、公開価格が確か300億兆ぐらいで。 でえー、初値が確か600億円超程度とそこからあ2016年に1兆円を超えたということですので、まあ、10年12年かけて、えー、1兆円を超えてきたとまたあのスタートデーもそうですよね、えー、2007年に、えー、上場なさってでその時のお、まあ、初値が初値ベースで確か300億円ちょっと。 で考えてみたら5年前だって2013年頃も確かまだ4 5 0 0億円ぐらいの水準だったんですよね。まあ、そこから、まあ、上場からは10年、まあ、5年ぐらい前からかけてですね、えー、まあ今は1兆円を超えてる、まあ、そういう企業に成長しているということですね。でこういうことを考えると一、まあ、つそのベンチャーキャピタルとして上場前の水準で大きく産んでいこう大きく育てていこうというこれも一つの方針だとは思うんですけども我々もう一つ考えなければいけないことは上場した後、 どうやっていかにしてスムーズに会社を育てていくかということなんだと思っています。これスタートアップをやってる取り組みって、ね、世の中から見て何なのかというと、上場企業数を増やすことではなくて、世の中に本当にインパクトのある、新しい産業、経済成長の牽引役となるような事業を生み出していこうという、そういういそれが本市のはずなんですよね。そういうことを考えると、単に上場前だけでなく、上場後もそこからスケールするような、そういった仕組みづくりというものが、 必要なんじゃないかなというのが、まあ、今の一兆円企業から学び取れることかなと思う次第です。朝倉さん、ご自身の経験で、あの、ミシ親の時には。あの、数千億も中盤ぐらいまででしたかね、確か。あの、一気に持っていった、稽古経験があると思うんですが。はい、あの、まさに、こう、上場から、その後、先ほど、数百億の企業価値から。え、一兆、数千億、一兆っていうふうにいく中で。あの、ご経験からして、今、あの、日本に。 足りないものですとかご自身としてこれから提供していきたいなと思う価値って大体どのあたりにあるんですかあのミクシーの場合は私が代表就任した当時が確か時価総額180億円だったと、えー、記憶をしていますでまあそこから1年かけて、えーまあ、一気に5000億円まで伸びたとでまあ今ちょうどまあ2000億円の半ばぐらいまでがたなってるんですけどもまあ依然にせよまあ一年で大きな成長できたとでそれだけを見ていたらまあ まあ、一つゲームという非常に運が良かった領域だったこともありますしまあ良かったねという話になるんですけれども強調したいのがあのミクシーってて決して成功事例でではないと思うんですよ本当の成功事例って何かというとですね上場した後もちゃんとあのいろんな障害を乗り越えて、えー、あんなドラスティックな変革をしないで、えー、成長し続けることだと思うんですね。もうう私はは二度ととターンアランドというのはしたくな,いです <laughs> なのでそういう意味で言うとですね、えーまあ、転ばぬ先の杖といいますか予防策。 えちゃんとその、まあ、上場した後、まあと前後を含めてです、ねえー、事業が飽和し、えー、する前にどうやって継続成長するかという仕組みを整えておくことが非常に重要なのかなと思っていますなるほど、あのー、これはもう上場した後マザーズのタイミングでのガバナンスコンプライアンスみたいなところもあると思いますがやはりその前から必要なんじゃないのかなと。 いううのがやっぱり昨今私も思うところでベンチャーキャピタルやってますとお共にその3年5年7年っていうふうに歩んでえ結構まあパートナーとしてえいわゆる個人的な信頼関係を持って率直な対話ができるんですが逆に言うとその今こういうふう,いう風な資本市場の状況やっぱあの上場の前に降り,まおりざるを得ないなところがございましてその瞬間にボードメンバーの構成ですとかそこのお人的な あの瀬さんの言葉でケミストリーとおっっししゃってましたよねケミストリーの部分とかそこでなんか一気にガラッとこう変わってそしてゼロからスタートするといろんな問題が起きてくるなんていうことがあるのかなと思ってましてこれ未公開の段階でもやるべきことってたくさんあると思うんですが堤さん今あの日本の,あの投資先の現場で、えー、未公開段階でのおいわゆる付加価値の部分ですとか仕組み、えー、健全に成長していく仕組み何が 必要だったり、今何か足りてない部分っていうのはどう感じていらっしゃいますか。そうですね。あの、やっぱり1兆円っていう、まあ、大きな目標を向かっていくにあたってですね。まあ、今回、あの、ラクスルさんがね、今日松本さん、ここにはいらっしゃらないですけれども、やっぱりすごくうまいなと思っててですね。やっぱり、あの、もとラクスルって授業があって、それに運べるって授業、もう二年ぐらい前から仕込んでるんですよね。<うん S 2> つまり、上昇した後の2段ロケットのものを、やっぱり、その上場する前の2,3年前から仕込んで、それがやっぱり、こう、次に。 あの繋がっていったりですとか、まあ、僕はサポートさせていただいたジーニーってこれはアドテックの会社ですけど、まあまあ、いわゆる SSP の会社からスタートしてるんですけどやっぱりその2段目、まあ、あのとして MA マーケティングオートメーションのものであったりですとか45年前から海外といったものを意識して動いているとかですねやっぱりこう上場した後にこにちゃんと株価が維持さらに上がっていくって経営者がやっぱりその。 二段ロケット、三段ロケットをいかに早めに仕込めるかどうかというのにすごい、やっぱり単一ビジネスで上がっちゃう会社って、まあ、正直やっぱきついんですよねあの僕もそういった会社もご支援させていただいてたんですけども、なので、僕らとしてはやっぱりそういったもの二段ロケットといかにこう、なんていうんですかね、弾を埋め込めるんだっけみたいなのを常にこう議論の中で、そういう意識を彼らの中にも植え付けていくというのがすごい、まあ、僕らがやっていることでもありますし、すごい大事だなというふうに思ってますね。 皆さんあのアメリカで投資先とその現場でその経営陣のさまざまなそのいわゆる中長期的な視点もしくはビジネスモデルもしくはこう人組織採用そういうふうなのを作っていく部分そしてその米国の特徴ってやっぱりこう経営チームの,その成長に応じたあの新陳代謝を促すようなあの仕組みができている。 それはシリコンバレーだからできているのかもしれませんけどそれと日本の差を違いみたいなところでどんなことを感じていらっしゃいますか、はいえー、っとまさに最近、まあ、ある種ショッキングな出来事があって、まあ、ニューヨークに出張があって私まあシリコンバレーが8割ぐらいであとは LA とボストンとニューヨークで2割ぐらい投資をしているんですが、まあ、たまたまニューヨークに行った時に2人の社,社長から連絡があってあの結果から言うと2人ともクビになった。 で,すよ、ね、でそれ業績が悪いんじゃなくて実はどっちも超調子が良くてシリーズ B でどっちもちょうど2530ミリオンぐらい集めて、まあ、非常に勢い乗ってる会社の、えーまあ、ファウンダー CEO がリプレイされたと。 でまあ、あの一つはですね食、まあの WeWork ーーみたいな感じの、まあ、シェアリングエコノミーの会社でもう一個は、えー、とバーチャルリアリティの会社だったんですがあの、まあ、簡単に言うとビリ、えー、をリードしたあ、まあ、割とこうスケーラブなビジネスを経験している、えーまあ、VC の側から見たときにゼロイチを成し遂げた彼が成長するスピード以上に事業がせっかくあの 成成長長ししててるんんだから、まあ、彼の成長を待つんじゃなくてリプレイしようということで、まあ、どちらもですね、えーまあ、ある、えー、っと成功したスタートアップの経営者がボーンとやってきて社長になったパターンと前もう一個私もびっくりしたんですが同業のシリーズ A を一緒にやったファンドの GP が入ってきて彼が社長になったんですね。でまああのー 私、シードの投資家なので、まあ、いわゆる本当に01、えー、をやっている投資家を応援しているので、まあ、そういう目線でいうと心情的なショックなんですがただ、まあ、ある種強さを見たというかあ役割文化がされていてやっぱりゼロ一と1から100にするのってのは明らかにスキきットが違うので、えーまあ、さっき浅賀さんがそのミクシーでターンラウンドの,あの話をされましたがあの当然私はあのベンチャー企業の経営はしたけどもじゃあ1兆円の会社の経営をしたことはないわけですよね。で,であれば、まあ、そこの 教育をするんじゃなくて持ってくるっていう、まあ、そういう発想がまあ,あいいか悪いか実態としてあって、まあ、それが一つう、まあ、アメリカの,その急速にスケーラブなビジネスを作る、まあ、強さだなっていうふうに感じました朝倉さんそのいわゆるベンチャーの創業経営チームとしてもそうですしそしてプロ経営者としても両方やられた経験があるじゃないですか。今のおお話をお聞きになられて 日本,日本的な同じ全く同じようなエコシステムではないので簡単に言うとプロ経営者もそんなにねそうもいないしそしてそのいわゆるこのステージごとに本当に適切な経営チームを組成するだけのガバランスとかそういうふうな仕組み HR コミュニティの仕組みもほとんどまだ日本では導入されてないしそういうふうないろんな状況は違いながらもこのアメリカの,その経営の成長を最適なチームをどんどんやっていくってダイナミズムと今日本で我々が応援しているようなベンチャーであの創業者の思いを丁寧に。 組み取りながら、入ってくるあの社員を一人一人あの採用とかね、組織通りやっていくような部分とここの違いについてどどううう思思われるどう思いますかそうですかそでねあの皆さん経営者っていうと、実派ひとからげに同じようなキャラクター像を思い浮かべてしまうわけですよね、起業家であれ、あの大企業の経営者であれ、おそらくその経営者っていうと、日本人であれだったら、孫さんだとか、柳井さん。 あるいはアメリカだったらなんかマーク・ザッカーバーグとかスティーブ・ジョブズなんてことを思い浮かべるんだと思うんですけれどもだけど考えてみたらですねアップルという会社においてサイズ感の違いによってそのスティーブ・ジョブズが求められている経営者としての才覚とティム・クックが求められる経営者としてててのななんん違って当たり前なんですよねティム・クックッにはスティーブ・ジョブズらしさがないなんて言ってるのはものすごいトンチンカンな的外れな批判だと思うわけですよ。 ともすると日本であれば同じ経営者がずっと同じ事業企業にコミットし続けるというのが当たり前のことと思われてしまっているがゆえに会社の成長にキャップを可能性にキャップをしてしまっているところがあるんじゃないか。で私たまに言うんですけどその01で、まあ、ある種サービスプロダクトを立ち上げることと一重でそのプロダクトを マネタイズしていくところで、えー、今度は10100なんですけど10に育った事業を100に伸ばすという意味じゃなくてですね 10×10 10で、えー、事業を10横並びで運営できるかってこれかなり違うはずなんですよね本来。 で確かにそれが孫さんのように全部できる方もいらっしゃるのかもしれないけれどもみんながみんなそんなわけではないんだからあそうじゃないえ足りないところであればそれを補足する仕組みをどうやって作るかってことが非常に重要だと思いますそういう意味でいうとあのアメリカの投資家の方なんかとお話してると「いや日本って100億ぐらいで上場できてしまうんだ」って言うとま,あまずびっくりされると。次ににア,アントレペーナーってえー非常に 少ないんだよねっていう話をしていて、シリアルアントレプレナーが少ないっていうことはイコールですねえ新規上場する会社の経営者の中に上場企業経営経験を持っている方々がほとんどいないっていうことを意味するわけですよね。でそういうことを話したら、だったらじゃ経営者外からついて来ればいいじゃんって、もう非常に簡単に言ってくれるわけですよ。いないからそういう人って,って話をするわけですよね。でまあいないものは仕方ないので、であればどうやってそういった知見を貯め込んでえそういったあまあ ゼロ一の段階から一つ抜け出した会社をサポートするような仕組みを作っていくか。これをどうやって作っていくかっていうのが、まあ、日本のエコシステムを作る上でのチャレンジだと思っています。あの、さくらさん自身は、その、前回のご、ちょ、きつい質問かもしれませんけど。ご他人の経緯とか、いろいろあったかと思うんですが。今の宮津さんのね、あの、米国における社長交代劇を見ていても、やっぱり辛い部分というのが。 あの必ず発生したりする中で、一方でボードアガバナンスということで会社にとってベストな方法を考えなきゃいけない。やっぱりいろんな意味のすごいこう何でしょうね、その責任とか辛い部分とか、それをどういうふうに誰がリーダーシップとってやっていくのかっていうところって難しい問題だと思うんですけど、あのそこってどういうふうなあのもうこれ仕組みを超えた人の部分だと思います。あるべきなんでしょうか。まあ一つはそのまあ。 より根性論というかマインドセット的な話として、えー、経営者が一体誰をを向いいいてて仕事をしてるかととうことですよねよく、あのー、会社が M&A をされるとおまあ経済誌なんかで身売りりって書かかれたすするじゃないですか私あの言葉大嫌いで、あのーまあ、スタンフォード大学で講義なんかしたこともありますけれどもこれ翻訳できないんですよね。で身売りって何なのっていうことを、まあ、学生の方から聞かれて「うーんヒューマントラフィッキング?」みたいな人身売買ですよね。けど 言葉なんか含んでいいるってそういうことじゃないですかだかだらまあこれは僕はあの一つもう言葉として廃止したいんですけどもただあえてあえて今日この身売りっていう言葉を使うのであれば IPO ないしはベンチャーキャピタルからの調達っていうのは部分的な身売りです,から、ね、ですので、えー、まあ俺はオーナー経営者だ創業経営者だと思っていたとしてもそれはある種雇われ経営者でもあるわけですよ。 だから一体自分がどういった責任を負ってるかっていうところが、まあ、100%資本でやってる時とそうじゃない時で、まあ、少しマインドのチェンジができるかどうかっていうのは一つ重要な問題だと思います。 もうちょっとその制度的なところで言うとやっぱりこれはコーーポレートガバナンスなんでしょうね。えー、ちゃんと社外取締役等々の牽制、まあ、が効いているかあともっと言うと、まあ、資本市場のが効いていいてるかかどうかというとところ。あの日本だとアクティビストだとかもの言う株主っていうのは非常に悪い文脈で語られがちではありますけれどもただ株主の方が物を言うのって当たり前のことですよね。 でその物言う株主の中でも提案がアホな物言う株主もいえば非常に気の利いた物言う株主もいるっていうそれだけの違いであってこれはなんかもう少しその堤さんあの堤さんもまあどっちかというとりう完全に寄り添う型のベンチャーキャピタルだというふうに僕は思ってるんですがご経験の中ではちょっとそういう辛いこともあったっていうこともおっしゃったと思うんですけど。 どういうふうにこう日本的なコンテクストの中でえこの経営というものの成長とか進化を考えていったらいいんでしょうかもしくは今日本の僕たちの,の VC というふうなエコシステム足りないもんって何だったりすすすると思われますかそうですね、まあ、本当はあの、まあ、さっき宮田さんの話じゃないですけど、まあ、タレントプールが業産あってですねそこで特会一回できればこんなに簡単なことはないなといつも思うんですけれども。 残念ながらなんでこんな面倒くさいのにこう、まあ、ある種こう一緒に育てていくみたいなことをやるかというとやっぱそこはもう、まあ、少なくともそういう、まあまあ、今回の、ね、メルカリさんも含めて大きな上場が出てまたそこからいろんなアントレプラナーがまた生まれると思うんですよねそういうのを期待しながらもそれまでの間は <laughs> 食いしばってですねこう VC としてはやっぱりこうまさに起業家から経営者に育てるっていうのを。 もう真摯にやるしかないかなないいうのが一つですただ一方で僕も経営者にこう変えたことも実はあるんですけどもこれは結構やっぱりハードル本当にハードルでして2回しかも同じ会社で2回変えたんですよ1回失敗 <laughs> 1回変えたんだけど1回でうまくいかなくてですね <laughs> 2回変えてでも結果的には今すごく成長してるんで、まあ、結果論良かったんですけど本当にその時の あのまあ、もちろん株,株主でもあられるわけなんでかなりハードな交渉もしなきゃいけないですしでもやっぱり会社のためを思ったらそういうことをしなきゃいけないんで最終的に、まあ、いい社長さんが見つかったんでできている、まあ、今のところ結果往来なんですけれどもやっぱりそこがあの日本の中ではまだそのプールが少なすぎるというのがもう最大の課題であってそこはもう正直まだ12年後に改善されるとは思えないんでですね私の方では。 皆さんいかがですか、うん。あの今の話を聞きながら一つ。 あの直近目の前で見た事例で面白いなと思った話を今日本で流行っているオープンイノベーションっていう文脈で語りたいんですけどあのちょうどえと昨日僕らが通して自動運転の会社があってまあそこがあのカナダの大きな t アワ1っていう部品作ってるところと提携したニュースが出たんですがカナダの創業チームが非常にユニークで一人がっと元の GM の CVC でえ3年前にニュースになりましたがえ自動運転のクルーズって会社を1,000億で売い

トヨタとフォードの自動運転のトップだった人間のまあサイエンティストがえコファウンダーで2人で起業したんですねで、まあ、このえっとアリソンっていう GM の CVC の女の子のキャリアって面白いなと思っていて要するに大企業の人材で大企業の立場で CVC をしていたんだけどもその経験を生かしてまさに連続起業家ではないんですけどタレントプールとしてスタートアップに降りてきて起業した要するにお金を出す側の気持ちも分かってるし経験もあるし、まあ、ある意味でいうと MA だったりとかコープデプュと話を IPO も含めていろんなバリエーションが設計できる人がまあ創業仕様で入ったんです、ね、なんで今あの日本でだいぶオープンイノベーションってこう盛り上がってきてますけど、まあ、あの今の堤さんの話だとなかなかそんなに日本でオルタナティブな経営者プールってできないって話なんですが個人的な期待感としてはあのこれだけた,ぶんたくさん c v c ができてきているんで、まあ、そういうところでこう大企業の立場から投資とかベンチャーの気持ちが分かった人ができればベンチャーの方にね 転職するとか起業するとか、まあ実際そういうことがアメリカで起きているので、まあ、そんなのも一つそのなでしょうベンチャー業界の人材のま厚みを作るっていう意味では一つ個人的には期待したいかなと思ってます。先ほどあのいまあ、言い方あれですけどリプレイスされた、えー、新しい CEO は 大企,業という大企業というかあの、テック系の企業の VP クラスの方をアサインされてるという話でした、ね、そうですねそういう意味で言うと、えー、とさっきの、まあ、某、まあ、私、2個しかバーチャルリアリー通してないんで調べられるとばレちゃう可能性あるんですけども1、まあ、社はですね、えーとまあ、非常に有名な大手企業の副社長クラス。だから 50代ですかねだから多分彼はゼロイチをやったことないんですけどその事業責任者として、まあ、さっきのエリクルーで言うと SBU の担当者として、えー、1,000億単位のビジネスを回したことがあるのでそういう意味で言うとそのまさにそこの,あの浅倉さんの 10×10 10みたいなことをやれる人がこのタイミングで入ってくるしかもシリーズ B なんでまだ。 ね、売り上げ100億あるわけじゃないですから、まあ、そういう意味ではあの私自身も実はあの今、まあ、VC やって5年なんですけど、まあ、初めて見たケースなんですがなななかなか面白いなと思って見て見ますけどやっぱりその人リクルーティングも含めた人お我々の提供価値としてお金のみならず人の部分ですとかそれからその仕組みという部分をやっぱり中にインプリしていくっていうのは相当大事なんだなっていうのはちょっと一生思ってるんですけど。 朝倉さん改めて人という観点、まあ、数が足りないしその流動性経営人材の流動性をなかなか確保できてないっていうこの掛け算で今そういう状況が生まれてるとは思うんですけどもここどういうふうに打開をしていくっていうところが鍵になってきますかまあこれあの誰の目線でものを言うかによっても変わってくると思うんですよねでまあここでそんなこと言われてもっていう話になってしまうんですけれどもただ本当に本丸の話をすると。 政策的な面をでいうと、まあ解雇規制の緩和だと思うんですよ。人材の流動性どうやって日本国内全体で上げていくかというところで、まあどれだけそのなんていうんでしょうね、あの魅力的な会社であったとしても、あのやっぱり大企業にタレントプールって眠ってるわけですよね。で、そういった人がまあ高雇の憂いなくですね、ちょっと一つ試してみようかって思うような、まあそういった流れが出てこないとなかなか社員出てこないと思いますし、まあまた。 ある種なんて言うでしょうね。あのまあ大企業の中で、えー、本来そうそうお持ちでありながらも今一つそのあの自分の持ち味を生かせていない人たちがどうやって出てくるかってことはこれあるかと思います。でもう一つはまあより現実的なところで言うとまあ主にまあ投資家の人たちですねがどうやって知見を蓄えていくか。まあ言うなればその経営のまあシェアドサービスと言いますか。 クラウドサービスと言いますか経営なレッジをどどううやって、えー、シェアリングすするるソースになるかどうかですよねで例えばの話変な話ですけど孫さんにとってみて上場した当時の、まあ、いろんな苦労なさってるはずですよねで上場後の苦労話って今いろんな人に共有したところでソフトバンクにさんにとっては痛くも痒くもないはずなんですよ。これ難波さんだってそうかもしれないしグリーンの田中さんだってそうかもしれないしいろんなあの失敗なさってるはずだけどその時の知見で共有なさっても全然痛くも痒くもないはずなんですよね。 ただやっぱりそういった方々はその思いを持って今の授業をなさっているのでであればそれを第三者的なところに何とか知見を得らえて新しく出てくる人たちに提供していくようなそういう仕組み作りってこれはまあ僕はおそらく投資家が鍵になると思うんですけどもできる可能性っていうのはあるんじゃないかと思っています。 それに少し絡むんですけれども、まあ、さっきタレントプールないねっていうなんかバサッて言っちゃったんですけれども冷静に考えるとこう、まあ、いわゆる経営者っていう意味ではなかなか少ないんですけれども例えば急成長した、まあ、それこそミクシーとか DNA とかグリー e とかです、ね、サイバーエージェントもそうですけれどもそうう、まあ、僕 IT の投資しかしてないからあれなんですけれども、まあ、そういったところで急成長を身近に実現を持った人たちってやっぱすごいすごく再現性があるんじゃないかなと思っててですねやっぱそういう人たちが別にあの、まあ、いろいろ会社から引き抜くとかそういうことじゃなくてですね スタートアップのこう幹部、まあ、一,一回こう例えばじゃあグリーンも上場したんでも一回次のとこ行こうみたいな含めてですね、うん、そこら辺のは一番有力なタレントプールになるなっていうふうにはすごく思ってますねここにいらっしゃる経営者の方々あの右腕左腕の方々をちょっとリリースするのは大変だと思うんですけどでもそういう人たちがもう回っていくことがエコシステムとしては大事っていうふうなことになってくるんですかね。 そうですね、実際、僕らの投資先さんの中でもそういった急成長したメガベンチャーの人たち出身者がまたまあ C レベルで入っている会社はやっぱり案の定、成長しているんですよね、やっぱりそこはもともとファウンダーではないんだけれどもそう C レベルなり VP レベルで入ることによってそのドライブ、成長の仕方を知っているっていうのはやっぱすごい大きいなと思って僕らも変なし、リクルーティングとヘッドハンティングするときにまあそういった人たちをピンポイントで探して投資先さんに送り込むみたいなことはよくやりますね。 あの大企業から出てくるのべ,べきといいますか大企業から期待されるものってその人材の,そのスピンオフもありますけど今日本のベンチャーキャピタルの先ほど投資総額、v、あベンチャー全体の資金調達額が3,000億という話をしましたが VC が半分であの半分はコーポレートなんですねほ,ぼほとんどコーポレート、まあ、ガバメンあると思います。で、えー、資金面でこれだけあの大企業はやはりこうマイノリティ投資もしてくるといくのは結構日本というのは実は非常にユニークな。 あの実は市場だというふうに私自身も思ってますし VC 協会120社あるうちのです、ね、VC 会員があの3分の1の40社は CVC なんですね。 しかも直近入ったのが JR さんですとか JT さんですとかそれから大手電力さんですとかもうインフラ系のところから自分でもあれ絶対違うんじゃないかなと思ったら住友林業さんのようなところまでですね CVC で入っ,入って会員に入ってらっしゃって日本全体オープンイノベーションそう CVC 化かなとうこれは絶対すごくいいことで全ての産業が第四次産業革命でどん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 進化する中で大企業の皆さんが本気になってるのは僕すごくいいことだと思ってるんですよ。 一方で、の今の逆に言うと日本のベンチャーキャピタルの業界のお金が足りない理由っていうのは CVC の方々は結構積極的に出してもらってるんですけど VC 業界全体は本当、機関投資家のお金ですとか海外のお金を調達してきて初めて1兆円ってできると思うんですけどえ日本の VC は明らかにガラパゴス自分で言うのもなんですがガラパゴス状態で海外からのお金が1%未満。 基幹投資家からの調達も全体の1%未満という非常に実は遅れたあの自覚してますけども、えー、開かれてない状況にありますと。 このあたり堤さんもご自身でファンドレーズがもちろんされてますしいろんなあの方とあのお会いされてますけれどもこの現状、まあ、ちょっと自分で言うのもちょっとあの自虐的で嫌だなと思いながら、ね、どうう見ていらっしゃいますかそうですかそでね、あのーまあ、率直に言って多分この45年で、ね、日本のベンチャーキャピタル業界めちゃくちゃ変わってるんですよ僕も15年ぐらいこの仕事してるんですけど本当に変わってるなってはもう実感としてはある一方で過去やっぱりヒストリカル見た時にベンチャーキャピタルのパフォーマンスっていう観点を見た時にじゃあ,、まあマルチプルファンド総額のまあ 3 4倍最低みたいなところを出してるファンドってほぼないんですよねほとんどが多分ね100よくて110とか120とかですねそしてなんか景気のいい時にもっと違う投資してた方がよかったんじゃないの的なですねあのそれはやっぱり正直 あるんですゆえ、ね、にこう機関投資家の方がアセットクラスとして VC を見てくれないというのはちょっとしょうがなかったとっいうのはあるんだと思うんですよね。なのであとはもう一方情報開示も含めてそこは今、ね、カリさんたちが JVCA の活動を通してすごく積極的にしていただいているとは思うんですけどもやはりこう自戒を込めて僕らはやっぱり VC である以上ですね圧倒的なパフォーマンスを出し続ける他のオルタナティブの商品と比較しても圧倒的にパフォーマンス出さないとそもそもそういうビッグマネーっていうのは 入って,入ってこないですしじゃないといつまでたってもこう事業会社の方々に、まあ、ある種の R&D のお手伝いしますよみたいなんですねそういうちょっと本来それって VC の仕事なんだっけみたいなことをやりながら見売りというか魂売りみたいなそんなところありますよ,、ねすよね、あの別に、まあ、それが悪いってわけではないんですけどそれも一つのビジネスモデルなんでいいと思ってるんですけどもあの、まあ、僕はや,やらないですけどねあのただやっぱりそういうふうなことをしていかないとやっぱりいつまでたってもこう。 日本のの VC が次のステージに、まあ、この10年あ5年でステージ1ランク上がったんですけどもう1ランク2ランク上がるにはそこをこうグッと頑張ってやっていかないとらななないいんじゃないかなとは思ってますね皆さん日本の VC がプロ化してないっていう話だと思うんですけどもあの散々やっぱりアメリカでもまれにもまれる状況から見て、まあ、どうですかこの,かあの まあそういう意味ではアメリカも実は混沌としていて私が2013年にアメリカでファンド立ち上げた時って、まあ、いわゆるえーとシードのまあ100億以下のファンドって多分2 3 0個ぐらいだったんですねなんでまあ去年全員知ってるぐらいのシードファンドだったんですけど多分今10倍から20倍ぐらいファンドがあるんですね。うん、で、まあ、結局もういろんな種類のお金が流れ込んできてるのでまあ ファミリーオフィスもそうですし、まあ、年金とか大学とか CVC、まあ、も含めとにかくいろんな種類のファンドがあってなんとかベンチャーズといってほとんどこのいろんな一般名詞が大量に出てきてるので誰が誰だか分かんないってぐらいいます。なのであの日本に限らずアメリカも実は この5年っててて混沌としていてそのいいろんんなお金が流れ込んで,いて状況ですね。でまあそんな中で、えー、っと私はまあ日本の状況そんなに詳しくはないですけども、あのー、基本的にはポジティブに考えていて私も20年前からこの業界にいますけど、まあ、20万年前と比べたらねあの当時は本当にいわゆる銀行さんとかの渋し,渋しというかまあファンド部門ぐらいしかなかったみたいな時代からまあ大きく変わって。 まあそういう意味ではその事業とかあの何でしょうえ経営者だった人たちが増えてきてはいるのでまあ あの比較論で言えばはるかによくなっていると思いますしまあ人材のプールも含めてまあ今回のやっぱりねメルカリなんかもそ,のそもそも経験している慎太郎さんにまあ上場企業の役員やった小泉さんがやるみたいななかなか軽薄なパターンも生まれてきているので個人的にはあの正しい道に進んでいってるんだっていうふうにあの外側から見てては思ってます。あのー それこそ今50倍の差があるわけですし先ほど10兆年間10兆、まあ、ビジョンファンドと同じような金額が US で VC 投資でされていて日本は3000億だという状況しかしそのよくはなってきている中で言うと明らかに規模の差があ,ある中で日本ってやっぱり何か集中したりとがるところに、えー、あの戦略的にアクションを起こさなきゃいけないと思うんですけど皆さんから見られるとそこはどこだと思いますかうーん まあ難しい質問なんです個人的にあの外から見ていて2つ持っているのは1つがやっぱりあのまだまだその規制がたくさんあって今回の AIB の民泊の法律というのを片目で見つつあのこの1か月アメリカで起こったことを話をすると私の実は日常の足が急にスクーターになったんですね。 あのサンフランシスコはみんな Uber ーー乗りましたんですけど急にみんなあの電動スクーターに乗り始めて毎日バードで移動するっていう時代が来ましたとでも今サンフランシスコもう中ににーーっったたんですよでですすも1週間前の金曜日に全くな,くなったんです何が起きたかっていうと一気にブワーッと増えたのでで日本的にじゃあダメと言ったんじゃなくてでそれを前向きにするためにルールを作りましょうって言って一旦やめて申請を出させて1週間後にちゃんと免許を出した発社かな。 が正式に始めるんですねなのでそのすごい時間かけて超ガチガチの規制を出すんじゃなく産業を発展させるための規制をこれだけ短期間で出すっていうのをまあ間近で見てねやっぱりその何でしょうまあ 民泊もものすごく大きい宿泊ってマーケットでスクーターもやっぱりモビリティって巨大なマーケットですよね、まあ、当然それはあ既存の地下鉄だったりとかバスとか車業界とか破壊するかもしれないけどもやっぱりイノベーションを起こすためにしっかりと前向きなルールを作るっていうのは、まあ、これはなかなかすごいなっていうのはあの思いました。なななんででちょっっとりりくどくどどまましたけけけももも実は民間だけで力じゃなくててやっぱりあのまあここも結構参加されてますけどもあの規制の っていう部分でも,あのもっともっとできることはあるなっていうふうに思ってます。 これあれですよねあの非常に近いですよね、えー、と行政とそれから VC 産業キーパーソンのところもですよねやっぱりそれだけ密にやってらっしゃるんでしょうね。これねあの私あの笑っちゃったことなんですけどね多分5年ぐらい前にウーバーがまだ規制で揉めてる時にニューヨーク側の市の当局でめちゃめちゃテッククランチのイベントであのガーってやってたんですが3か月後にウーバーに転職したんですよ。<笑>,でこれ笑っちゃうが本当の話で そののぐらいのダイナミズムがあるわけですよねであのやっぱり伸びてるし社会を変えようとしてるしっていう、まあ、なかなか多分日本ではまあないし、まあ、難しいのかもしれないけどもそれぐらい何て言うかあのな,てうのかな、まあ、昔からそうだったわけじゃないけどもそのこの多分10年ぐらいそういう あのいわゆるソフトウェアが何でもできた時代から一気に規制産業のディスラプトになってきたので。そしてやっぱり規制が変わらないとエアビーも、えっ、ー、とウーバーも生まれなかった。だそういう意味では、その実はそれを守る側の人たちがどう変わったかっていうのも大きくなってきてしますありがとう。でございます。朝倉さん、一兆円に向けて日本の VC が、えー、とできること、やるべきこと。あの経営者の立場、それからこれから投資家の立場としても、何をこう提言されたいと思いますか。 まあ自覚ととしててやるってことですかねそうですねあのストレートに言うとまあまあ当たり前の話ですけどで VC の本質的な仕事何かっていうと私はおそらく2つ条件あると思ってまして1つは本当に新しい産業を作っていくようなそういった会社にリスクマネーを提供し経営の支援をして大きく育てていくといことこれが1つ。 でもう一つは先ほど堤さんからご指摘あったようなあ金融事業者としての VC ですよね、えー、そういった大きく育つ事業を,事業を支援することによって桁外れの圧倒的なリターンを出すとでこれがおそらく今はどうしても構造的に中途半端になってしまいがちな状況なんじゃないかなとでおそらくこれは一つはその鍵の部分というのはですねやっぱり資金の流入だと思っていまして私も伝え聞くところによるとアメリカで VC がより盛り上がってきたのは 1979年に今規制緩和によって。 年金基金基等々が VC にに入っってくるぐらいになったとで今じゃあ日本どうかっていうとほぼほぼその事業会社さんのお金が独立系の VC に入っているでこうなってくるとどうしてもその先ほどおっしゃってたようなまあレポートだとかまあそういう R&D 的な役割っていうものの比重が高くなってしまうこれをどうやって脱皮していくかっていうのが一つですねでもう一つはあの私はまあこれ私たちのポ,スポジショントークになってしまいますけどもポスト IP をうまく活用することだと思うんですよね。 で日本はまあスモール IPO だというふうな話をされていてそれは確かに一理あると思うんですよそれこそメルカリさんみたいなあと私も関わっている、まあ、ラクスルのようなですね、まあ、なるべく大きく産んで大きく育てようという試みこれも一つあると思います一方で、えー、裏返して言うと日本においてはあ、まあ、個人投資家の方々がそういった新興企業を支えようとしている土壌が整っているとも言えるであるならばそこをどうやって生き延ばしていくか上場後 でもこれ流動比率にしてもその自価総額にしてもまあこれオルタナ投資なんですよだからこれを着手定義にベンチャーか上場株かっていう扱いにしないでここはもう新たにオルタナですとその上でハンズオンの長期投資っていうのをしていく仕組みっていうことを作らないとやはりその100億からまあ1兆円どころか1,000億円のバーを超えるまで苦しむ無用な苦し,苦しみ方をする会社さんっていうのがあ残ってしまうんじゃないかと思う次第です。 ありがとうございます。で安住さんえっ、ー、と我々まさに V.C. の G.P. として何をすべきかそうですねあの僕ちょっと少し脆弱かもしれないですけどやっぱりもっとこう活発に M&A をしていくような土壌を作りたいなと思ってるんですよねっていうのはあのやっぱりこう結局小さくええマザーズで上場したのってまあ他にエグジット先がないからまあっていうのが結構大きいと思うんですよなので。 あのもうちょっとですね積極的に、まあ、今日もね大規模の方もいらっしゃってると思うんですけどもやっぱそこでの MA をどんどん増やせるかどうかってまず一つそれによって結局結果的にシリアルアントレプレーナーの数も増えますしっていうのがありますで VC もエグジットが多少ないともできるしっていうのがありますしあとですね、まあ、成長上場した後も含めてですねやっぱりこう僕も前前職リクルートだったんですけどリクルートが。 あの飛躍的に時価総額が上がったので僕がいた頃の時価総額多分まあ上場前なんであの社,員社員持ち株替えでのマーケットキャップ大体7,000億だったんですよね。でねそうなんですけどあの上場した時は1.8兆円で,でそこからやっぱりあの途中からギアを変えて全部 MA に振ってるんですよリクルート新しい事業ってほとんど MA なんですよね事業っていうか新しい売り上げっていうのは。 僕らの見ているスタートアップの世界にもそうだし上場した後大きくなっていく際にもやっぱり M&A をどううまく使うかっていうのがもうあの1兆円企業を作る際にはもうマストだなというふうには思ってますありがとうございます、えー、それでは全体討議の時間に、えー、っと入ってまいりました、あのー、皆さん会場の皆様ぜひ、えー、ご質問ご意見等ございましたら、えー、手を挙げていただければと思うんですが久本さんどちお願いしますさっきありがとうございますあ 本日はありがととうございいまました、えー、GCA の久保田と言います、えー、と質問2つあります。1つ目は桜さん、もう1つ目は、えー、とカレーゾンさん宮、宮田さん、堤さん、ごめんなさい、に、えー、とお伺いしたいと思います。あの、まあ、今日のテーマ、1兆円企業っていうねあの言葉で皆さんずっと喋ってきているので、ちょっとそこで、えー、とお伺いしたいんですけれども、IP を前,前提とした場合で、1兆円企業まで持っていける企業の、えー、と IPO の初めのエントリーサイズ、 まあのスモール IP は大体今60億とか70億とか日本って言われてると思うんですけどまあ先ほどの ZOZO とか M3 だと300億とか500億とか言われてたと思いますがあのまあ皆さんあのまあ浅草さんから見られてあのどのくらいのレベル感であれば1兆円に挑戦できる。 ファーストチケットが手にできるのかという話が一つお伺いできればと思います。もしよければ鈴住さんもその質問をお答えいただけるとありがたいです。で、えっともう一つがこちら側のお二人に対してなんですけど、えっとまあ、それはお前がやれって言われる話かもしれませんが、えっと海外のお金がね、やっぱ日本のマーケット、特にこうテックカンパニーに対してえっと流れてこないということはまあ昔から言われてる話なんですけれども、何したらいいですか。どうしたらいいですか。<laughs> あの正直ね日本 はね、やっぱりこうセコイアもいないし、アンドリーセンもいないし、やっぱりそういうアメリカの V.C. のトップファームいないんですよ。伊沢山さんがえっ、ー、と昔いらっしゃったまあドルキャピタルぐらいしかまあ正直もう今ないんだと思います。あのまあ他や中国とかインドとかえっ、ー、とまあ他のまあどこでもいいですけどイスラエルとか見ているとやっぱりとそういったトップファーム当然いるんですよね。やっぱりそういったアメリカをはじめとしたえっ、ー、とお金っていうのがそういったマーケットに流れ込んできています。なんで日本にないんだろうっていうのは。 僕のずっとこう疑問ではあり、それは一つのチャレンジポイントでも当然あるんですけれども、僕らみたいな会社もえと何かしなきゃいけないんですが、どういったことをしていけば、そういったえとドアが開くのか、皆さんの期待も込めて教えていただけるとありがたいですじゃあ、朝倉さんからお願いしますはいまず、ファクトとしていることは、先ほど申し上げたとおり、スタートデーさんがまあ300億円程度のところから、今、1兆円超えているということで、そこはあるでしょうねと、じゃあ、100億割っていたら、これが不可能なのかというと、私は決してそうは思わないですね。 あのというのはですねあの、まあ、いろいろスタートアップの方々上場した後の方々ともお話ししていてこれは明らかに面白いなって思う事業ってあるわけですよ。でそれがやっぱり半年ぐらい経ったら一気に跳ねてたりするわけですよね。 あの時入れさせてくれたらなんかすごいよくもうなんか一気に三倍四倍になったりするわけですよ。でもちろんそれはあのまあマーケットの今の高騰感っていうことも踏まえた上での話ですけれども、それだけ潜在的な可能性がある会社っていうのはあると思ってます。ただ一方で必要条件としては、ああそういった成長するに向けたちゃんとした理論武装それまあ資本政策面もそうですし、あと特にそのポスト IPO の方々の共通して弱いのは IR の部分ですね。そこっていうのをちゃんと周りで強化できるかどうかっていうのは一つの の条件名になるかなとは思います。 すみさんの最初の質問もしくは後半の質問でもいいかもしれませんけどありますか一言。ですねやっぱりあの近いんですけどやっぱファイナンス力にかかってるなと思っててですねやっぱりこの要するに時価層が低く上昇したるとファイナンスそもそもできないじゃないですかでファイナンスオプションが極端に減っちゃうんでなのでまあ僕はやっぱり数百億ぐらいで最低でも上昇してこないと後々きついよねっていうのは正直あると思うんでなので MA をあまりこうちょっと起業家の方いらっしゃると大変失礼なんですけどもやっぱり100億以下ぐらいで上昇するんだったら MA しようよって言った方が合理的だ なっていうふうに思ってます。なのでやっぱ最低でも数百億の上場を目指して、目指すっていうかそこはまあエントリーとして入っていかないとやっぱり一応っな時間がかっより時間がかかるなとは思ってます。じゃあ皆さんあの二問目の質問お願いします。ま シンプルに多分エコノミクスですよねサイズが小さいに多分合わないってことで多分じゃあ200億500億っていうアメリカにあるファンドサイズのファンドが日本で本当にリターン出せるのかっていうのがもうシンプルなクエスチョンであると思うのでまあ難しいと。でじゃあ策はないのかってことで言うとその私もやっぱりアメリカから見ているとやっぱ日本だけはどうしてもちっちゃいので、まあ、その先にアジアっていう絵が存在するんであればその中国インドじゃない。 次まあ、もう中国も加熱してるしもうインドもそこそこだからまあアジアのハブとしての日本っていうもし定義ができるんであれば可能性があると思っていてまあ個人的には今年から日本の投資も始めたのでまあそこの近さみたいなものっていうのはもっと増えるといいなっていうのはまあ期待感も込めてですしまあやっていかないとまさにこのままこのちっちゃなあのガラパゴスの中でえだんだんシュリンクしていくってところにまあみんな入っていくと思うのでまあそこはやっていきたいなと思ってます。 はい、あの私はですね、えーっと、日本を投資したい、買いたいっていうあのデマンドは、もう今までで最高に高まっていると思ってます。 海外の機関投資家の方もいらっしゃいますしファミリーオスの方もわざわざ来ますし日本の機関投資家の方からもあの質問をよく受けますただし何やってないかというところも自分たちが本当に悪いと思っていてさっき言った VC のプロ化ですねそれはあのファンドの LPA とかファンドの契約の部分ですとかいわゆる機関投資家お金を預かるためのさまざまなガバナンスの構造それからこういわゆる説明責任このあたりの GP のマネジメントレベルを上げるっていう自覚 あのちゃんとそれをやらないとちゃんと1兆円をです、ね、預かれるの産業になれないよとならないと俺たちのそもそも存在意義ないよねといいのっていうここの部分が実は根本にあるんじゃないかなと思っていますなので、えっと、我々次第だしこれやらなきゃいけないなという感じで思っていますはいそちらはい野田と申しますありがとうございましたあのまあファウンダーでオーナー経営者なんですけど、まあ、これから なんだろうなもっとグローさせていこうと思いながら今のお話今日のここの場に座ってるんですけど、えっと、ちょっとやっぱりショックだったのがやっぱりアメリカではシリーズ B でプロ経営者が入るというところでオーナー経営者 VS プロ経営者みたいな話はしたくないんですけど、まあ、なんかその経営者の成長速度がその事業の成長速度より遅いからだったら G をもっと伸ばそうぜってでも間違いなく正しい考え方だなと思いながらまあ 質問はあのファウンダーとかそういうあのオーナー経営者に、えっと、不得意なことをするなよとやっぱり言われるのかそれともあのもっとその経営者としての成長速度を上げれるからもっと本来はこうすべきなんだみたいな,なんかそのど皆さんがどういうふうなお考えなのかなっていうのをもし教えてもらえたらと思いまして。はい 大事ですねこれは、えー、とじゃ皆さん、逆に事例を語っていただけたので、えっと、じゃ朝倉さん、どうですか、私も言あ言、あの話したいと思いますああのできることなら、ファウンダーの方々がずっと成長してなさるのが一番いいと思いますよ、やっぱりそのある種、ファウンダーならではの、柔術的な強みと言いますか、人通力ってありますからで、まずはそれは個人の成長だと思いますし、まあ、もう一つは自分でできないのであれば、代表変わるとは言わないまでも、ちゃんと周りを固められるかどうかということだと思いますね。あのやっぱり 日本においてファウンダーが持つ力結構大きいと思っていてプロ経営者やっぱりファウンダーにはついていくけどプロ経営者にはとかやっぱりそういう中で日本的なマインドセットっていうのあると思うんですねその時に私はあの個人じゃなくてやっぱチームやっぱりそこでどんどんこう経営人材を補強していって。 そこがチームとして動くようにするっていうのがガバナンスとして VC の,の,あのあるべき姿じゃないかなと思ってまして何かこうカリスマ的なワントップとかトップだけ入れ替えたらあとはお任せじゃなくってチームを作っていくそのための,そのファシリテーション的なもしくはこうそういうふうなアドバイザリーコミッティをです、ね、しっかり運営するっていう,こう我々ガバナンスを預かる側の能力とか仕組み あと手腕を磨くっていうことがもう一つ必要じゃないかなというふうには思っていますそんな想像以上に簡単に変えられるものでもないしあのプロ経済上て入ってくる人の覚悟とか経験も相当必要でアメリカより僕は難易度がもともと常識がないので高いんだと思うんですよねだからこれは一緒に協力してやっていくべきじゃないかなというのは私の今の答えですあとご質問じゃあ吉崎さんお願いしますあのグロースポイントエクイティの吉崎と申します えとですね、この質問はカリアトンさんとみさんだと思うんですけど、まあ、このユニコーンの発展を考える場合に、えー、まあ資本市場の発展も重要ですし一方でまあ経営者というところで先ほどのまあ経営者のゼロ、えー、まあそれからさっきの経営者のまあ入れ替えてもらうんですが一方でまああの投資家がまあ未上場の中で入れ替わっていくという、まあ、欧米とかまあ,あと最近アジアなんか見てもです、ねまあ、セカンダリーで結構なバリエーションで他のファンドを買っていくという。 まあコープラクティスが一般的になっていると思うんですが、まあ日本の場合は残念ながらやはりまあ増資でお金を入れますっていうのがほとんどで、まあセカンダリーっていうのはあまりプラクティスとしてないというふうに理解はしてるんですけど、まあその辺のその現状と見込みみたいなところをちょっと伺いたらと思います。結構ですね、実は意外にあるんです。あんまあ表にならないんですけれども、僕らはやっぱり事業会社さんがやっぱりこうまあ両方あって企業家さんからしてもですね、VCF が高い。 問題があってやっぱり資本構成変えたいっていうニーズとあと事業会社さんもフレッシュマネーで入れるんだけどやっぱり意味のある比率欲しいよねとかでですね結構僕らもそこら辺 MA とはちょっと違いですパーシャルでどんどんエグジットしていくというのはよくやっててですねなのでまあ、まあ、例えばソフトバンクさんなんかも最たる例ですけどもそういうのは国内でも得られててですねやっぱりそういうのは徐々に増えてるかなと思いますただあまり例えばじゃプライベートエキティとかですね、まあ、例えばバンキングと、まあ、最近 GS なんかも結構やってますけどもああいったプレーヤーがもう少しこうレイターステージの受け皿として彼らがこう入ってきてブ 投資家例えば初期のアーリーステージの投資家の持ち分を買い取っていくみたいなのはまだまだ正直少ないっていうのも事実かなと思います私はあの本当にセカンダリープレイヤーの数と質を上げることは実はこれ多分これから12年の日本の最大の問題だと思っていて VC の業界のですねこうちょうど5年前を俯瞰してみると5年ぐらい前から投資がぐぐって上がってきたんですね。でえー、パンンと年年年でエグジットを考えると多分来年再来年ぐららいからセカンダリーが 出てこざるを得ないいすすごくたくくたさん出てくると思いますなのに今日本ではセカンダリーのプレイーヤーが皆無なんですねであのやっぱり世界を見るとセカンダリーのプレイヤーがまたうまいところにいてそのまま未公開の時にどん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 つないでいくんですよねバトンタッチを。で日本の課題はやっぱり私はそこのセカンダリーおよびグロースキャピタルでかいサイズの数百億のグロースキャピタルこの2つが、えー、まだ未公開のいわゆる資本主義の中でいない。 っていうところがエアポケットになっていて、こここそ大事だと思ってます。はい、じゃあ、えっと次伊藤さん、はいお願いします。えー、D4V の伊藤です、えー。ありがとうございました。えー、っと話の途中にあのプロ経営者が足りないとかっていう話があ出ていてですね、あの僕もずっとそれを考えているところがあって。 あのこの,、まあ、なんていうの産業っていうかエコシステム絶対考えるときに前は企業化が足らんなかったなと思って企業化増やそうみたいな僕はあのモビダーやったんですけどその後やっぱり予備軍としてのプロ経営者を増やしたいなと思ったときにこの1兆円っていうキーワードで考えるとやっぱり既存産業の中であの、まあ、なんていうんですかね次のその えー、上場企業とか大手の会社の中での経営者予備軍の中から、まあ、30代後半とか40代の人たちがもっとこっちに来やすい仕組みっていうのを何か考える必要があるんじゃないかなと思ってて若い人たちはもうどん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 ,どんそっち行くしいわゆる若い企業で経験した人っていうのも増えてくるんですけどこういう1兆円を目指すっていうことでいうと既存の産業の大きな会社の中で、まあ、30代40代迎えている この人たちは本来はその大企業の予備軍でもあると思うんですけどもそういう人たちをいかに呼び込むかみたいなこと何かやれることないのかなっていうのをずっと考えてるんですけど何かその辺についてお考えあればじゃあ、えー、っとこの部分一番核なので、えー、っと皆さんじゃあ何かあること言いますか。ここは 僕一つだけじゃあ先言いますね、あのー、とにかく、えー、30代40代だとやっぱりお金を半額にしても来れるっていう、えー、と給与半額にして来れるっていうことはいろんなライフステージがあんまりないなのでちゃんとやっぱり VC のファ,ファイナンスサイズも大きくして人が一番の経営資源なんだからそこに対してちゃんと報酬を出して登用するっていうことを僕たちも慣れなきゃいけないなと思ってますすごく起業家もみんな含めてすごい年俸が低い。まああのー 山岸さんとかあの上場直前まで数百億中盤で全経営陣すごく低めに設定してやっていて、あのー、やっぱりりそういういとこありますよねでもやっぱり本当にプロ経営者というか非常にそういう優秀な人を連れてくるために私そこの考え方の意識改革も必要だと思ってます。 そうですねやっぱりスタートアップだからその給与低いのが当たり前っていうのはちょっと考え直した方がいいんじゃないかなと思ってマーケットプレスにちゃんとコンペティブなものを作っていこうとあともう一つちょっと時間ないので言うと、まあ、あの松本さんのライズアップでの成功を願ってですねそこでちょっとモールヘルケースになっていただくということなんじゃないかなと思います。 えっとでは最後にえちょっと時間ない一言ずつですね日本の VC ベンチャーキャ企業できることというテーマにおいてえ皆さんあの参加とメッセージをいただければと思いますじゃあまず皆さんからお願いしますはい。 まあそういう意味では今日、多分あのスタートアップ側と VC の側も含めて課題が多分ディスカッションできたと思いますで私はまああの今までずっとシリコンバレーチャレンジしてきて今年からまあ日本もついにやりますのでまあそういう意味ではあのたくさんデカコーンまあ1兆円企業が生まれているまあシリコンバレーのほうを少しでも日本で生かしてえまあエコシステムの活性化に寄与したいなと思っていますどううもありがとうございます。 そうですねあの僕自身やっぱり自戒を込めて、やっぱり日本のベンチャーキャピタルの質がまだまだ本当に低いと思ってるんで、ですねやっぱりそこをとにかく自分たちのレベルを上げていくことが、実は一兆円企業を作っていく際の一番近道だと信じて、ですね日々研鑽を積みたいなと思っております、ありがとうございました、えー、スタートアップの意義は何かっていうのを、先ほどもお話ししましたけど、これ、やっぱり日本から新しい産業を作っていくことだと思ってるんですね。 でそこでじゃあ一番のボトルネック何かというと私は上場前よりも上場後のポスト IP オステージ1000億に至るもとこまでここだと思っていますなので、まあ、ちょっと新しい分野開拓ではあるんですけども私もそういうところで頑張っていこうと思いますので皆さんと一緒にスタートアップエコシステムを盛り上げていければと思っています。うししいまそそれでは宮田さささんそしてさんんてありがとうございました